カンボジアで再生可能エネルギーで需要はありますか？風力発電を発電所から離れた村とかにチャンスがあれば導入したいです。これはあれなのかな？風力発電の事業をやってる人かなんかなのかな？全然わかんないです。でも、何でもチャンスあるんじゃないですかね。やっぱ、チャンスって、なんかそういう問題から来ると思ってるんで、問題が多そうな国にはもうチャンスしかないって思っておいたらいいんじゃないですかね。うん。